まあでも常務なんかね結構しっかり分けるからね、本当にもうこれが仕事なのか仕事じゃないのかっていうのをすごい分けるから、俺は多分そこができない人間なんですけど、常務なんかのはどちらかといったらこれを糧に遊びを楽しみたいっていうタイプなんですよね、仕事を糧に。俺らは多分これ嫌いって言いましたけど、なんだかんだこう好きというかやらなきゃいけないっていう感覚値があるんですけど、仕事自体を楽しんでる感じはありますね。そうですね、はい、ないんかい。あ、だからあれじゃないですかね、そのオフにすることの特典みたいなのもあるわけですよ。オフにしなきゃいけない自分みたいなのもいるんで。でもオフなんかならなくないって話じゃない？ならないですよ。ならないけど。絶対オフって、まあなんかオンオフ、まあオフっていうか家にいることがオフかもしれないけど、それは体力的なオフなだけであって脳的なオフじゃないというか。ていうかまあそれも実は仕事につながっていたりして、例えばオフにすることで、じゃあ自分がさっき社長が環境を変えるみたいな話ありましたけど、オフにしてじゃあ海にドライブに行くとかですね、まあ、なんか山に登ってみるとか、うん、オフにしないとできないことっていっぱいあると思うんですけど、そのオフの環境の中でしか得られないものがあるので、その価値を分かってきてるから、うん、オフにしなきゃいけない。若い時っていやもっと覚えたい、勉強したい、仕事で役に立ちたいみたいな、もう四六時中仕事みたいな時期もありましたけど、その時期も重要なんですけど、普段関わらない環境に身を投じてみたりですとか、そういう環境に時間を使うことで、まあ、仕事のアイデアにつながったりとか、煮詰めるばかりがこうやってる仕事を頑張ってるっていうことでもなくて、やっぱりその情報とかもね、環境とかも含めてやっぱり体感して何かこう仕事の場に反映するですとか、そういう時間っていうのが重要になってきてるんだろうなっていうのは自分自身に感じてることなんで、そういう時はもうシャットダウンしますね。変化だよ ね、 そうですね、変化を求めて過去を捨てろみたいな感じか、うん、いらないものを捨てていくことがオフにする一つの、オフだけやっていくと変化がないと結構どんよりしますからね、生活の変化を作ってやめることをやめていくっていうやり方をしないと、すげえ伸びるからね、そうすると人って無駄なことがなくなるんで、自分でも分かってますもん、できてるかどうかは別として。例えばそのオフのうちの我が家の楽しみ方とかは、普段こう日常計画して幸せな話なんかするんじゃねえ。スケジュール管理した中でこう仕事をこなしてるわけですよね、僕たちって、うんうん、で常に時間の管理ですとか、誰に会うとか、いついつまでの期日ですとか、ずっとそういうものに追われてるものじゃないですか。なので例えばうちで旅行行きますとかいう時に、うちはゴール地点を決めないんですよね。例えば何時にどこどこのレジャーランドで遊ぶとか、ここに泊まって翌日の9時にここで何々をするとか一切決めなくて、もうその日走ってる天気の雰囲気ですとか、自分たちが行きたい方向とか、めっちゃわかる、そういうもので決めていく感じなんですよ。でゴールはわからないけど、そろそろ疲れたからこの宿にしようとか決めたくないんですよね。とにかく決めたくないとか、決められてる日常を生活してるんですね。あ、そうです、逆をやりたくなるというか、何にもその時の雰囲気ね。そうそう、ただわがままだからね、そのまま。そうそう、着地点のない旅に出るんですけど、結構それはよくやります。